はい、こんにちは、松岡です。今日もプラレールやっていきましょう。前回の続きなんですけども、レイアウトの方はですね、完成しまして、他のお家じゃ絶対できないようなレイアウトにしてみました。で、今ですね、こう車両を出してですね、今回走らせる車両を出しまして、そしてね、電池を片っ端から入れて早速ね、走らせていきたい。はい、ということで電池入れたので早速走らせていきたいと思います。電池が30ちょっと40弱しかないの で走らせられるところがですね70くらいだったん で車両が走ってない部分もありますが、まあ、そこはご了承ください。ということで走行動画をご覧ください。
ここまでご視聴ありがとうございます。使った部品なんですけども、大体ですが、直線レールが500本、曲線レールが800本、そして橋脚、単線の橋脚が2000、そして複線の橋脚が300ぐらいとなっております。こちらのレイアウトなんですけども、もともと3月の横浜のイベントとか、原鉄道模型館のレイアウトとかね、あと5月のゴールデンウィークの展示会、プラフェスとか、鉄道会社のイベントで使う予定だったんですけど、イベントで中止になってしまったんで、そのイベントで使うはずだったプラレールのレイアウトの寄せ集めを使った今回のこのレイアウト、いかがでしたか？本当にね、ここまでご視聴ありがとうございます。ちなみになんですけども、こちら自宅ではありません。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。皆さんはね、ここで動画を終了してね、あ、よかったというところで終わっていただけると思います。僕はこれから片付けます。以上でございます。また他の動画でお会いしましょう。